はい、今僕のいるとこは、マビに来てます。ちょうどね1年前に、西日本豪雨があって、マビもねかなりの被害を出しました。でね、いろいろと、テレビで見た方もおると思うんですけど、まあ実際ねそのマビが現在1年経った今どうなってるのか、まあネガティブな部分もあると思いますが、どんだけ変わってるのか、まあ、ネガティブの部分とポジティブな部分を、ね、交えていろいろと、紹介していこうかなと思っています。というわけで皆さんよろしくお願いします。セブンイレブンにやってきましたね。マビ地区に入ってからすぐの、場所です。この近くには、セブンイレブンがあるのですが、もうすでに営業を再開しております。この辺一体ゴミだらけだったんですけど、もうね完全にない状態ですね。でここにも、動物病院があったんですけど、完全に取り壊されてますね。いろいろと、コンサートもやってるみたいですね。地域活性化の、そうですね、取り壊しの家からさらに、家を建ててる、増強したりしてるお家が多いですね。で もうほとんど新しく建てたとかいう家がね目立ちますね。はい、神社をちょっと見つけたんですが、立ち入り禁止のようになってますね。そうですね、もしかしたらこれが流されたのかもしれないですね。どうにかこうにかで支えてるような感じです。このラインまで水が来たってことですかね。おそらく水がこのラインまで来たと思うんですけどね。ちょうど、その辺かな。結構マビの町から離れたとこになるんですけど、まあ、地図で示しています。立ったばっかりだな。
降る状態で。風の衝撃で屋根瓦が剥がれかけてます。そしてこっちの地域は全部アップ踏む屋根とかが飛ばされてます。こんな感じで屋根が飛んでます。瓦とか爆風での死者はおらんのだよ。うん、そう、ただ怪我人だけ奇跡でしょ。うん、振動で屋根の上がもう現在ここから向こうには立ち入り禁止のテープが貼られてます。一体このような状態になってまだ全く規制線が貼られてるだけ で、ね、一応その話によれば、この川が氾濫してその氾濫した水が、工場に流れてそこにアルミニウムが混ざり合って異常気爆発を起こした、ね、ということです。はい、ここを中心に、向こう側の、家も屋根瓦が、剥がれたり流れた水で、上の方までやられているという状態ですね。ここが、アルミ工場です。はい、これがアルミ工場です。アルミ工場の真横なんですが養殖場がありますね。でちょっと気になったのがこの、入り口の壁ですかね。おそらくここまでね、水が来て流されたような感じですね。確実に私の背よりは高いところまで水が。川の水は引いてますけど今現在こういう感じで、まだ、洪水の爪痕が残ってます。
心部から比較的近い。近くには、ソウジャの爆発した工場もある。あんな風にもういろんな瓦礫とかゴミの撤去作業をしているような状態。中心部から比較的近い。近くにはソウジャの爆発した工場もある。あんな風にもういろんな瓦礫とかゴミの撤去作業をしているような状態。今はもう水がないんですけど、あの家とかは多分上まで来てる状態かなと思います。まあ、この辺の木とかの色が変わってるけど、まあこの辺泥とかついてるので、確実に私の背よりは高いところまで水が。川の水は引いてますけど、今現在こういう感じで、まだ、洪水の爪痕が残ってます。してくれたりとか、疲れてるのにすれ違ってちゃんと挨拶してくれたりとか、
爆風の衝撃で屋根瓦が剥がれかけてます。ここが宗者の爆発した現場の中心部です。現在ここから向こうには立ち入り禁止のテープが貼られてます。一体このような状態になって、まだ全く規制線が張られてるだけ で、一応その話によれば、この川が氾濫して、その氾濫した水が、工場に流れて、そこにアルミニウムが混ざり合って水蒸気爆発を起こした、ね、ということです。ここを中心に、向こう側の、家も屋根瓦が、剥がれたり、流れた水で、上の方までやられているという状態ですね。そこの工場が爆発して、こっちの地域は全部バッティング屋根とかが飛ばされてます。こんな感じで屋根が飛んでます、ね、瓦とか激しいとこではもっと向こうの奥の方まで、屋根瓦が吹っ飛んでます。爆風での死者はおらんのだよ。うん、そう、ただ怪我人だけ奇跡でしょう。うん、爆風で全部窓、窓全部割れてる。で、あの屋根の上まで振動だった。で、屋根の上がもうだいぶ離れてるんですけど、かなりあの向こうの方から、でも周り全部窓ガラスなかった。そうだよね、もうこの状態だから信じられないんだけど、この。はい、やってまいりました。平成30年7月集中豪雨から1ヶ月が過ぎ去ろうとしています。真備町は今現在どのような状態かお知らせしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は総社側清根駅方面から橋を渡り真備町市内に入っております。また撮影にあたっては災害ごみの収集トラックの作業の邪魔にならないように、トラックの出入り前の時間帯に撮影開始撤収しました。今現在岡山県警の SNS では災害ごみの回収トラックの運行マップルートを上げております。トラックの方は宮田橋、庭橋、川上橋の橋を通り、真備地区の災害ごみを搬出しています。皆様、渋滞が起こらないように、真備町を通る際は迂回する形で運転を行ってください。真備地区に入ってからすぐの、場所です。この近くには、セブンイレブンがあるのですが、もうすでに営業を再開しておりました。このバイク屋ですが、僕も以前、バイクを乗っていたので、よくこのバイク屋で、オイル交換をさせてもらってました。ここに来るまでは非常に心配していたのですが、このような状態なので非常に、ショックを受けています。
こちらは真備中学校になりますが、集められた災害ごみで埋め尽くされています。現在は、キャパシティを超えているため、こちらの方へは集められていない状態のようです。はい、今回、このような形で、被災地の状態を、お伝えしました。被災地にはまだ多くの災害ごみが残っている状態で、今後もさらにごみは増えていく状態であり、このごみはどのようにして処理し、以前あった元